ジェフも元気にシグナリスやっていくよ。歴史的かな遣い。そのような歴史は存在しない。我が中隊は準備完了。歴史修正しようとすんな。前回、3階にやってきたよ。ここの部屋の掃除は完了。うわ、いっぱいいる。こちらの部屋はお掃除しないんですか？予算が限られてまして。ニトロエクスプレス団。何これ？パレードリア。なんすかそれ。生体共鳴技術とその限界。生体共鳴ほど我が国家の礎となったものはない。にもかかわらず、生体共鳴効果を真に理解しようとも複製しようともしていない。これを利用する方法ばかりを探している。レプリカ一つをとっても、脳にニュートラルパターンを複製する工程は完全に理解されていない。やっぱり基礎研究って大事なんだね。なんだこの金庫。文字4つ。この蝶に対応してそうだけどね。よく見ろ。G。よく見ると羽に文字みたいな模様がありました。左から A、E、O、N かな。金庫のダイヤルを合わせまして。アヨン。オープンザプライス。虫に混じった月をゲット。虫に代わってお仕置きよ。そしたら敵をかわしながら奥の部屋へ。かわせてませんよ。場は沸かせてたからセーフ。かわっかわでしたけどね。赤のディスクを拾ったからまたパソコンに向かおうと思うよ。どうやって変えるんですか？もちろんショートカットさ。ゴミ捨て場に繋がってたね。赤のディスクを使うよ。記憶のディスクを没収と。ジョジョとベイブレード混ざってますよ。メディバンク。なんだこれ。この伊藤ちゃんの誕生日って多分鍵屋のパスワードだよね。56万、524。はい、いろんな人がいたんだな。個人情報覗き見るのは趣味悪いですよ。あれこの子って。伊藤家の鍵を開けに来ました。確か本屋さんだったと思います。会場。お邪魔しますよ。暗いなぁ。暗いなぁ。酒やん。こんなにいろいろありそうなのに意外と何もないね。神々の歌。この書物の所有は刑罰の対象となる。我らは皆繋がっているが知る者は少ない。皆がこの歌で踊るが聞こえる者は少ない。それを企画できる少数の者はそれを恐れる。星々の音は重くのしかかる。だが稀に、その音を知れるばかりか操れる者が現れる。皇太后もそのような人であると、多くの人が信じている。信じている？実際にはそんな能力はないということかな。宇宙の振動がどうこうという部分とどちらが発金の原因なんだろうね。見つけられませんでした。え？隅々まで見たのにあの子はもういないんです。もう無理です。ごめんなさい。まだ諦めるには早いんじゃないかな。ほら落ち着いて。消え。黒いシミになってしまった。どういうことなんですかね。自分の意志で死んだってことかな。でも一面のボスも黒いシミになってましたよね。レプリカは共通で黒いシミになって死ぬのかもしれませんね。ともかく彼女は言ってしまった。せめて安らかに眠ってほしいですね。仏壇。写真はひどく傷んでいる。エリカ。イゾルデ。学校の制服を着ているイザの写真だ。自分が死んでいたことに気づいていなかったってこと？じゃあさっき目の前で死んだのは何者？あれだよ、惑星の共鳴さ。機械仕掛けの神が登場するストーリーは好きじゃないんだよな。しかし辻褄の合う解釈なんてあるのかね。しかしともかくタロットカードは6枚揃った。カード並べに行こうとしてたところ。なんか血まみれになってる。ダイヤルリングをゲット。肉塊で右下に行けなくなってる。伊藤家は永遠に封印されたのだ。これで全ての星にダイヤルリングがついたね。各惑星にどのタロットカートが対応するか見てみるよ。規定時恋人。連死神。ビネタ島。ロートフロント月。ブーヤン太陽。あれ没しかなくね。あとは消去法よ。大難夜がタロットカード何番に対応してるから間違えようがないしね。
全部並べて電気を消すとこんな模様が現れたよ。ゆっくり写真を撮っておこうね。そしたらさっきの模様を参考にしてダイヤルを回すよ。もたもた。なんでただ揃えるのにこんな時間かかるんですかね。自分でも不思議で仕方がない。お。ぐにゃー。予想外だった。今回はここまで。